ソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どの戦い、海の底での激しい、あなたは負けることはない。私は信じています。南氷洋のマンモスピラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あなたカミュー氷河。おのれ、卑劣な。何をしようというのだ氷河。死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が死カミューは方米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥の程度のコスモス。ファイト。フリージングコスモス。いい加減にしないと。ヒョウ、お前が戦う相手は私ではない。いつまでなりきっている。立ち姿は真似る。カミューの強さまで真似ることは不可能だ。全力で氷河、このカミューが本物か偽物か何をもても知らない。どういうところだ。南氷洋のジェネラルよ。フリージング崩壊させてやるぞ。ここまで見事に東京は私を追い詰める。成長してるか。どうだ。はい、違う。オーロライト神であるはずだ。いいコスモの高まりだ。この程度の装備で死であるこの神湯は倒せ。それはお前が一番よくわかっているはずだ。氷河、フリージング陶器。まさか本当に神、あなたなのか。私に剣を向けて。いいよ氷河。みんな、ありがとう。我が死神。まだクールに徹しきれんとは。嬉しいぞ氷河、よくぞここまで強くなった。カミュ、本当に本当に生きていたんですね。よかった。氷河。おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷洋の柱にたどり着いたなんて。ここは氷河が向かっていたはずだが。セイヤ、マリンさん、火星に来てくれたんですか。セイヤ、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだよ。何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって。いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない、マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないというなら、力ずくでも連れて帰るよ、セイヤ。
この異様なコスモは。さあ、ファイト。やめてくれマリちゃん。どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようなポセイドンに勝つなんて夢のまた夢さ。引き分けのないからね。おとなしく帰るんだよセイヨ。おかしい。どんな時も命かけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんだ。やるじゃん。さあセイヨ、もういいじゃないか。私の手を取りな。お前なんてことない。マリンさんは今まで一度だった。俺に手を差し出すようなことはしなかった。優しさを心に秘めながらいつでも厳しく接してきたんだ。お前はマリンさんなんかじゃない。さっさと正体を現せ。差しなんてことない。マリン、私の正体はセイ。あんたが一番よく知ってるはずだよ。やるじゃん。何？なんてことない。あんたも教わるか。言ったはずだよ。たとえ殺してもお前を止めるって。みんな俺の実力見てくれたかい。ちょっと手加減しすぎたかな。お前は一体。私の本当の名前は聖火。デカ姉さんだって。バカ、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。セカ姉さん、間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと巡り会えたんだね。せいや。